なんでしょう、この時間。すいません、ちょっと遅くなりましたし、もちろん眠いですし、ちっちゃい声になってしまうけど、今日は3本撮ると決めてたんで、ちょっとだけでも進めてから寝たいと思います。ちょっともう、あと明日もあるんで、短い時間になるかもしれないですけれども、あと面白いことも言わないかもしれない。いや、でも、今、あ、違う、何よりもコメントをたくさんいただいてるんです、この間に。あら、綺麗やね、目、スピカさんの。デビルの海だからか。デビルやな、これも。まあいいや。コメントをたくさんいただいてて、いただくたびにこう読み上げてからやらせていただいたんですけど、ちょっとそこはね、もういただいてて読んでるんですけど、明日のもう他の、次の動画に回させてください。すいません、そこだけは。すいません。だからちょっとそこの時差があるかもしれないですけれども、よろしくお願いします。なんで俺ばっかり作れて いや、3時、じゃあ4時かも。4時ぐらいになっても、4時前っていうか3時58分になってもね、3時58分やな。ちょっとこうなってもさ、つくがな、俺に。俺にしかつつかなってるのかな、あれ。あ、じゃあつつかないじゃない。その時間になってもつつくことには突っ込めたわ。眠り浅い。最近眠り浅いんです。あ、そうそうそう。そのチラチラとコメント見てる中で、チキンさんが5点についてだけコメントいただいてたのはちょっと面白かったんですけど、そこだけぴったりと、そこ1行だけで来るんやっていう。悟空の孫じゃなくて、子供の弟ですよということですよね。僕ドラゴンボールもね、もちろん途中まで大好きで見てたんですけれども。新しい。え、これ何これ？これ。敵？なんで デビルやな あ、敵や。レアっぽい。味ぴょん？紫ぴょんとかじゃないの？また終わってから話そう。おお、いいね。ガマとか甘くなった。トラップ引っかかってるし。余裕だねっていうコメントつけてないのと、ヒゲが初めてなのと、あとピカチュウっていうか、ベビタスさんが偽物やったんじゃないかって前の動画で気づいたら、本当にそういえば偽物の方のピカチュウ、昔のピカチュウ変な方を使ってるらしいんですけど、本当にベビタスさんに似てないというか、一人だけ人間じゃないというか、言うかっていうことはあるんですけども、本家でもベビタスさんは盗賊を使ってるらしいっていうことを先ほどコメントいただきましたし、5点の話に戻ると、ドラゴンボールも途中まで見てたんですけど、義乳っていうか、全部その食べ物の名前でできてるって気づいた時は嬉しかった記憶はありますね。ありがとうございます。特上ぴょんおやつ。特上ぴょんのおやつ。すごく嬉しかったなって思われますし、あと誰かコメント来てたかな。タトゥアンさんいっぱい来てたんでありがとうございます。明日それ読ませていただきます。いくら職業でもさ、カリカリ溶いてんの。ごめんごめんごめん、そんな顔させて。でもそんな顔元気やな、スピカさんは。スピカさんの目ってあんな輝いてたよね。夜中見ると輝くわ。それとも、ベヨネッタやった時にあれかな。はい、ありがとうございます。
俺は今日も適当にやってるよ。でも君は適当じゃない。適当だダメだよ。頑張ってね、ホムラより。ホムラと男やったよ。ありがとうございます。ホムラからよう手紙届くなと思ったけど、ホムラ3匹いるやもんね。ありがとうございます。お、雨もたくさん舐めた方がいい時もあるんですね。なるほどね。へえ、回復量増えるんや。干し芋さんのミー、ありがとうございます。呼ばれてるな。どこで終わってんねん。こすったってや、偽物ベリタスさん。特徴、おー、なんか欲しがってますね。なんで、え、減っただけ。あんないいやつなんで。あ、そっか、いいやつあかんねや、悪い人には。ホーリーと一緒なことでさ、 KR と一緒なことでさ、多分ずっと普通なのね、ベリタスさんって。ずっと何あげても、ほら、ずーっと。前回も、いいよ、今の。ほらっていただき、よかったよ。いいよ。やっと鋭いの持てたね。横から見ると角度が悪いんで、古い方の、ミートされてるみたいですね。ツイッターを見ると。自分はもっとちゃんとしたピカチュウで言ってるらしいんです。で、あんなにイライラするし、女の子みたいに装飾なんで、女の子みたいにって言うとまた差別用語になるかしらんけど、なんでこう偽物なんじゃないかと思ったら、本当に偽物やんっていう話ですよね。違う顔なんでねってことですよね。三。ちょっと、こうさせてもらおう。2、オッケー。ちょっとデート行きましょうか。カフェ。ベリタさんまた修行必要になってるんやけど。ねえ、あっさりつまんないって言われてるんですけど。女を出しにちょ。なんつったの、ちょっと見てなかった。ごめん。あっさりつまらんって言われて、さっきね、オチがないとダメとかそういうコメントの話もしてましたけども、あっさりつまらんと言われてたのが面白いですね、その中。馬とデートも行っていこうかな、後で。さっき馬とデートで、猫の、あれを発したんですね。発動させたんですね。本嫌いやっていう動画も最近撮ったんです。本嫌いじゃない。本苦手と。自分で読むことができないよっていう動画も最近撮ったんですけれども。そうか、雑談に出てくる。雑談どうでもいいですよね。コストコの話もそうか。返事来てました。そしたらチェーン店らしいっすね。チキンさんが言ってたケーキ屋さん。チェーン店らしいんですけれども、調べたらめっちゃあった。あんまりケーキ屋さん行かないから知らなかっただけですね。それは、ありました。こっちがハテナです。お、え、濡れた人参いらんの？今に二重なるで馬と。まあ何回も言うけど、僕とピカチュウを二重にしていただきまして、ベリタスさんありがとうございます。僕は人間と二重になるようにしましょう。これバナナ買ってなかったけど、買うようにすることによって間違えてもっとすげえなんかを買ってきたりせんかなと思って。
入れちゃった、ごめんなさい。よし、決定。何の雑談しようかな。お、すげえやべえとこ行こうとしてるから、ちょっとこれね、今回の動画は僕の手抜きと言いますか、眠いんで、こういうとこ回りながら雑談してるだけの動画しようかな。米返しはラストにしよっかな。米返ししようかな、今、やっぱり。うわ、びっくりした。変身したかと思った。本当にずっと一緒なの？ありがとう。わーい、出ましたよ、決めゼリフ。初めてかもね。お、初めて違う人、主人公だけをつっつくかと思ったら、今初めてね、ゆきさんじゃない、誰だったっけ、タトゥアンさん、タバスコさんをつっついたってことは、今までたまたま僕をつっつきすぎでしょうという。仲良い人をつっつくとかあるのかな。普通なのかな、敵なんかしらんけど。あれ、見間違いどころじゃない、普通にサボテンが見えてた最初からめっちゃ天然なんですけど、さっきからスピカさん。お金欲しい。お金ってさ、欲しがったらいくらでも入ってきますよ。新しい技出して、わーい、わーいが出ました。感謝の木をもらいましたはないんかい。そうか、今言っては分かったけど、僕が感謝の木を送りますなんで、それはあの敵に対してのそのなんていうか敬意を、でその答えになっちゃってるやんってスピーカーさんに言った方なんですけども、それは敵に対して感謝の木をもらいました、敵の感謝の木っていうのを受け取ったってことなのかなと今認識しました。ありがとうございます。僕が感謝の木を送らな、あれやん、手先喋ってたんですけども、感謝の木を送ったものをなんでスピカさんが取っていくの、僕は敵に対して送ったのにいいとかって思ったんですけれども、誰に対してとかそういうのないですよね。受け取っていただきました、ありがとうございます。300人乗ったよ。全部大好きなものにしといたらどうなのかなと思ってたよ。あかん、眠くなってきた。もうビールも飲んじゃったんですよね。今すっげえ3時間電話してたんですよ、実は。仕事ですよ。でもね、ちょっと、いろいろと、あれで。どうや？いるものか？あ、めっちゃいいやつあげちゃった。なんでやねん。いやね、みんなのツイッター見たったら僕にろうそくとかレンガとかやん、ブロックとか。馬の犬めっちゃいいやつ、なんでやの。スピカさんはレンガの方がいいんかい、変わった方やでな。
おい、飼育して今あくび中でしたもん。そうやったけど、お腹空いてるんならもっといいもの食べさせてあげようと思います。ブレたな職業、コックさんになってる、あつ森になってる盗賊なんですけどもね。あれ、この先買わなかった？今ちょっと寝落ちしてたね俺、ごめん。よし、あと1マス進んだら寝ようかな。この下もひび割れ続いてるし、目覚めたわ。それは馬のお腹の音です。なんで帰ってくね。食べそう。え、めっちゃ強い武器になってる、ありがとう。振りかけ忘れてる。なったやん。イジンバ一体の動画さっき撮ったんですけど、いい視聴回数になってるか分かんないですけど、ありがとうございました。イジンバ一体は主人公じゃないと、しかも選択式じゃないとできないってことはなんでなのかなと思いますね。今こうやり始めてみますと、何喋ってるか覚えてない。さっきね、ビール、あの、久しぶりですわ缶ビール飲んだの。昔絶対朝日屋だったんですけど、1回前ぐらいから切りにしたら、それがまた美味しいんですよね。ありがとうございました。飴の出し方かっこいいけど偽物なんやったな。あら、俺や。上かっこいいコブラ、ちょうど合いそう色が。コブラ、おお
盗んだ。飴がないなって言ってから盗むのすごい。もう1分ぐらい寝てなかった。きたー、てってってててててパーン。二重になったら音楽が変わった。あ、え、なに、いななく、うーん、おー、今始まる、すごい。あ、違う、できんかった、あれ自動やで、自動じゃないで。91。あったー、昔の眉毛剃り忘れた、俺手に入れた。これで仲直りしたりして、チキンさんと。ここまでにしますね。ありがとうございました。俺やけど寝てたの。でもスピーカーさんが悪いじゃない。流れ星の話も出して寝る馬が悪い。それではおやすみなさい。